今回はですね、小林、麻耶という女子アナウンサーが引退しましたが、その理由がね、いじめとかっていうことも言われてるんですけど、それっていうのはちょっとどうなのかなっていう、ことについてちょっと僕の思うところをお話ししていきたいと思いますので、よかったら最後まで聞いていただければと思います。あとですね、気になった方はチャンネル登録、よろしくお願いいたします。少し前にね、小林、麻耶っていう、人気の女子アナウンサーが、引退しましたよね。引退っていうか、なんていうか、事務所の契約を解除したっていう、させられたっていう、そういう話だと思うんですけど、これに関してね、いろんなことが言われてるみたいなんですけど、僕はいつもコンテンツの中で、お話ししてる、そういうことが関係してるんじゃないかなっていうことについて、今回お話していきたいと思いますので、今回もよろしくお願いいたします。最初にね、お伝えしますけど、真相がわからないのでね、信じるか信じないかはあなた次第っていうことです。僕の、思うところっていうことで。でね、何て言うのかな。正直、いろんなことが言われてるんで、どれもね、少しは多分、ちょっとぐらいはあるんじゃないかなって思うんですよ。だ、その、例えば、小林麻耶がグッドラックのね、生放送を休んだとか、小林麻耶はいじめにあってたとか、ロケをドタキャンしたからとかね、あと旦那さんがなんかスピってるっていうのはちょっとよくわからないけど、そういうことっていうのはちょっとはあると思うんですよ。でも、多分っていうか、多くの人っていうか少数の人かわかんないけど、決め手となったのは多分違うなって、そういうようなことね、についてお話ししていきますね。まず、小林麻耶という女子アナウンサーね、これ所属事務所がね、生島企画室っていうところでね、この生島博と生島隆っていう、この兄弟がね、やってる、この生島企画室っていう事務所に所属していましたけど、で、この小林麻耶っていう方は、この生島企画室の契約を解除になってるんですよね。引退になってるっていうことかな。で、突然なんでこんなことが起こったのかなっていうことがやっぱり気になると思うんですよ。普通に考えてね。だって普通にしてたわけですから、今まで。確かにね、僕は別に全然嫌いじゃないっていうか、女の人だなとかって思うんで、ちょっとぶりっこしてるかもしれないんですけど、あれもまた多分小林麻耶っていう人の魅力だと思うんですよ。で、今までは普通に人気があったものが、なぜ急にそんなね、事務所、解雇、契約を解除されるっていう話に関して小説いろんなことが出てるんですけど、まずね、一つこういうことが言われてますね。小林麻耶がグッドラックの生放送を休んだからって言うんですよ。でも普通に考えてですよ、一回生放送を休んだぐらいで、事務所を契約解除されるかねって、引退するかなっていう、だいぶまずそこにちょっと引っかかりますよね。言ってしまえば人気があったわけなんでね、今もYouTube チャンネルとかやってらっしゃるんで人気あると思うんですけど、それでどうかなって、本当そんなことで一発でなるのかなっていう、まず疑問が残りますよね。あと、今回、お話しする小林麻耶っていう人はいじめにあっていたっていう、スタッフからいじめにあっていたっていうことが言われてるんですけど、スタッフからいじめにあっていても事務所辞めるのかなって。いや、確かにね、いじめっていうか、ちょっとはなんかされていたのかもしれない。それっていうのはさっきお話したように真相がわからない、何とも言えないんですよ。で、あとはね、他にも言われてるけど、なんか旦那さんがスピってるからどうとかって、それ全然多分関係ないと思うんですよね。そういうことが諸説いろいろ言われています。あとは、小林麻耶がね、ロケをドタキャンしたとかっていうことね、ロケをドタキャンして、その当日に YouTube 配信をしていたっていうことで、この話にブチ切れて、引退、あるいは、事務所の契約解除になったっていうことは言われてるんですけど、確かに考えられなくもないかなとかっていうのも思うんですけど、いやらしい話ですけど、大人なんでね、この当たり前ですけど、生島企画室っていう人のところもね、小林麻耶も、そんなことでも、別にその一回やらかした、例えばロケのドタキャンをしても、その後当然小林麻耶がいた方が数字も取れるだろうし、当然お金の入りもいいと思うんで、そんなことじゃ多分しないと思うんですよ。で、やっぱり出てきますよね。皆さんも思ってるかもしれないけど、僕はちょっと前ぐらいから、こうなんだろうなって思っててね、
まあ、なんて言ったらいいのかなとかと思ったんですけど、まあ、ちょっと今回ね、まあ、こうなんじゃないかなっていうことを、まあ、その真相不明ですけど、信じるか信じないかはリスナー様のご判断にお任せしますけど、小林麻耶の引退の理由っていうのは、秘密結社イルミナティの、まあ、裏からの圧力、この可能性が極めて高いですよね。うん、多分、わからないけど、これなんじゃないのって、グッドラックで、小林麻耶が、言った内容って、僕、見てましたけど、だいぶやべえこと言ったなっていうのをなんか思いましたよね。うん。まあ、トランプとバイデンのね、VS の米大統領選挙に関してね、バイデンがね、事務所のスタッフに、まあセクマル被害とかね、うん、バイデンの嫁の娘が丸物で訴えられたとか、バイデンって人柄ってどうなんだろうなとかって、まあそんなことを言ってたわけですよ。で、まあ皆さんもわかると思うんですけど、日本のマスコミっていうのは米大統領選に関してほとんどバイデンを支持してますよね。これっていうのはもう誰しもっていうか、まあ言わないのか、まあ言うのか、もう暗黙でわかってるかっていう、まあパワーバランスの問題なんですけど、日本のメディアの上にアメリカのメディアがいるんですよね。うん。で、つまりアメリカのメディアがある程度、まあ出す情報っていうのを意図っていうか、まあ、コントロールしてるわけですよ。で、普通に考えて、それまでね、誰も、トランプを肯定してない、いわばバイデンをしていたわけですけど、突然ね、この段階で小林麻耶がバイデンを否定したわけですよ。で、なんかこういう話っていうのは、なんか皆さんが信じ、まあ、リスナー様は多分信じるかもしれないんですけど、イルミナティとか言って、うわーとかって言うかもしれないんですけど、全然そういうことって、あると思うんでね、僕は普通そういうのは あると思ってるんで、うん、この世の中とかこの世界っていうのは、まあ、信じたくないのかもしれないし、まあ、どうなのかっていうのはわからないですけど、ある程度の物事っていうのは多分決まってるんですよ。どんなに頑張っても動かせないものっていうのが、目に見えないところであると思うんで、つまりはこの小林麻耶がね、バイデンを否定したわけですよ。その結果、そういうことをした小林麻衣に対して、まあ、秘密結社イルミナティからね、まあ、日本のテレビ局に圧力がかかったということで、まあ、引退に追い込まれた、うん、まあ、だから日本のマスコミっていうのは、まあ、テレビマスメディアっていうのは出る人っていうのはある程度やっぱ言うことに制限かかりますからね。自分が思ったこと、例えばこの小林麻耶の件がとても言っていいか分かんないですけど、分かりやすい話だなとかって思うんですよね。うん、世の中がね、バイデン、まあ、日本がバイデンを推していた際に、ね、例えばそのバイデンを否定してみたりとかね、明らかにそのテレビ局にアンチをかましたわけですよ。だから日本のテレビ局にアンチをかますとか、それアメリカのテレビ局にアンチをかますっていうことなんで、まあ別に、うん、そうなってくると、ね、女子アナウンサー一人ぐらいすっと別に引退させられるし、で、まあ当たり前ですけど、そういうことを絶対口にしないんでね、小林麻耶はバイデンを否定したからテレビ局を引退しましたよ、女子アナウンサーを引退しましたよ、言うわけがないんで、だから別の理由を出すわけですよ。だそれが、おそらくですよ、このロケをドタキャンしたとか、いじめにあっていた、まあ、生放送を休んだからっていう話、まあ、確かにね、なんだろうね、生放送を休んだからっていうのも少しは関係あると思うんですよ。で、いじめがあったかないかっていうのも、いじめも多分少しはあったとは思うんですよ。わからないけど、それ全体像は。で、ロッケをドタキャンしたっていうのも、それは良くないことだとは思うんですよ。でも、それで、引退とかってそこまで行くのかなって、事務所の、契約を解除されるものかなとかって、多分そういう話ですよ。そんなことは多分されないと思うんで、まあ本当にまあ一択って言ったら失礼ですけど、バイデンにアンチをかましたっていうことですよね。それで秘密結社イルミナティの力が動いたっていうことを考えると、多分そうなんじゃないのかなとかって思いますよね。うん、でこの問題っていうのはすごくね、闇が深いんですよ。よくなんていうのかな、まあ、僕も話してますけど、ね、一応信じるか信じないかはあなた次第っていうのを言わないとね、確証がないから、突然そういうこうですとかっていうことを言い切れないんですよ。でも例えば今回のこの小林麻耶の件ね、うん、女子アナウンサーの引退っていう内容もそうだし、例えばリスナー様がまあ、YouTube とか、まあ、何らかのブログ記事とかで読まれる、例えば日本の子供が消えるとかっていう、そういう問題もそうだし、まあ、なんだろうね、うん、ちょっと前ぐらいから言われてる、まあ、ペドフェリアっていう小児性愛の問題もそうだし、
お金持ちが若返るっていうアドレナクロムっていうのの問題もそうだし、そういったことに、まあ、何かしらの形でこのイルミナティって秘密結社が関係している可能性が極めて高いんですよ。で、証拠があるかないかって、そんな証拠なんてあるわけがないんですよ。この人たちが証拠なんて出すわけがないからね。だから陰謀論とかって言ってね、どうなのかなとかって言うけど、ある程度のことを考えれば、まあ、そのように解釈できるんじゃないかなとかっていうことを思いました。だまあ今回はね、そのこのもちろん真相っていうのは分からないですよ。僕はこうだとかってね、断定することはできないし、僕の解釈なんで、もう正しいかどうかっていうのは、まあ、リスナー様のご判断にお任せします。まあ、信じるか信じないかはあなた次第ですっていうことですけど、まあ、これっていうのは、まあ、そういう構図が決まっていたんだろうなって、だその、なんていうのかな、まあ、してはいけないこと、開けてはいけないものを開けてしまったっていう多分ことですよね。うん。日本のね、この米大統領選において、多くの人が、なんだろうね、うん。トランプを支持した、僕はトランプを支持していなかった、バイデンを支持していたっていうことは、僕はどっちかというとトランプを支持している側なんですよ。バイデンっていうのはね、まあ、いろんなことがあるから別にこの小林麻耶の話ではないけど、でもこの小林麻耶が言ったね、まあ、なんとかな、いろんなその黒い話っていうのはよく聞くし、まあ、どうなのかなって思うし、それっていうのはまあこの話自体ね、難しいというか、トランプを支持する、バイデンを支持するってのは、それはまあ、人それぞれ、じゃあそれぞれなんですよ。ただ、その日本のマスメディアってのは、その時からね、どっちかっていうとバイデンの方に寄ってるわけですよ。うん。で、なんていうのかな、まあ、そのマスメディアの情報操作で、まあ、バイデンの方に行きかけていたのをね、そこで小林麻耶がまさかのバイデンにアンチを醸してしまったっていうことね、それは秘密結社イルミナティが裏から動いたよなって、まあ、そういうことを、まあ、ちょっと真剣に思うんで、まあ、他のちょっとコンテンツを撮っていた時に、まあ、こういうのをちょっと話してみようかなと思ったんですけど、なかなかちょっとうまく話せなかったんですけど、ちょっと今回ね、一応構成を考えたんで、お話ししてみましたということで、もちろんね、本当のところっていうのは分からないですよ。まあ、でも、まあ、こういうふうに考えられるんじゃないかなっていう、まあ、僕なりの解釈っていうことで、今回の音声、ここで終わらせていただきたいと思います。皆様、いつも聞いていただいてありがとうございます。気になった方は、ぜひチャンネル登録、よろしくお願いいたします。